今日はですね、ZV-E10 で夕日をきれいに撮影する方法を説明したいと思います。まず夕日を撮影するにあたって、三脚があると安定した撮影をすることができます。また次にどんな写真を撮りたいのかっていうことを事前に決めておいてください。その次は構図になります。夕日をどのぐらいのサイズで撮影したいのか、小さく撮りたいのか、ダイナミックに撮りたいのか、小さく撮って周りの部分もしっかり写す場合は広角レンズの方がいいですし、ある程度大きく撮りたい場合は中望遠レンズを使うなど適したレンズを使うといいと思います。望遠レンズを使う場合はどうしても揺れてしまいますので、三脚を使うことをお勧めします。それでは設定の方法を説明していきたいと思います。まずはこちらのボタンを数回押して静止画モードに設定をしてください。で、次にこの FN っていうボタンですね、このファンクションボタンを押してください。そうするとこういう画面が出てきますので、右下のところですね、こちらの方にこの選択画面を持ってきて真ん中を押してください。そうするとこのモードを切り替えることができます。今回はこの A モードで撮影をしたいので、この十字キーを動かしてこのところに持ってきてください。真ん中を押すと設定が完了します。そしてまずはこのダイヤルですね、こちらのダイヤルを回してこの F 値を変更することができますので、大体なんですけども6から11ぐらいで撮影することをお勧めします。この F 値を高めにすることでよりコントラストをはっきりして雲など綺麗に表現することができます。次にこの ISO ですね、 ISO を設定します。で、こちらのところのダイヤルを右に押すとこの ISO の画面が出てきますので、こちらをこうやって下に押すと ISO の数値を変更することができますので、だいたい100から400ぐらいで綺麗に撮れるのかなというふうに思います。またですね、ポイントとしてはあえて露出をマイナスにして暗く表現することでよりロマンチックに撮影をすることができます。こちらの数値はその場の状況に合わせて自分のお好みの数値でこのダイヤルを回しながら調節していただければなというふうに思います。次に色温度を変更します。色温度とは撮影する時の色味ですね、こちらの数値をあえてちょっと暖色系の色にすることによってより雰囲気を出すことができます。その設定の方法はこのメニューっていうボタンを押してください。そうするとこの1番のこのアイコンを選んでもらって、11分の8のところにホワイトバランス、こちらがオートとなっております。こちらを選択して下の方に行くとこういう K って書いたものがあります。これを6000にしてください。暖色系や寒色系を数値化されているものです。数値が低くなるにつれてだんだん青っぽくなり、こうやって数値が高くなればなるほどだんだん暖色系の色になってきます。今回は6000で設定をします。これで設定が完了しました。あとはこれで撮影をしていただきたいんですけども、三脚のお持ちの方はテルタイマーで撮影をすることをお勧めします。これでよりブレを防ぐことができます。設定の方法はこちらの十字キーを左に押すとこのような画面が出てきますので、セルフタイマー、こちらの方を選択するとこうやってシャッターを押して2秒後にシャッターが切られます。はい、このようにしてセルフタイマーで撮影をして、綺麗に撮ることができます。今言った内容はあくまでも目安なので、細かい調節はその場の状況に合わせて調節をしていただければより綺麗に撮影をすることができますので、ぜひ挑戦していただければなというふうに思います。今日の説明は以上です。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。